はい、というわけで、今回は、正月、河原町店さんにお邪魔しております。河原町店さんは2回目ですね。1回目、大きいステーキを撮影させていただきました。今回は、モダン焼きが5枚重なってて、上に焼きそばと目玉焼きとネギが乗ってます。約5キロぐらいかなっていう感じに。なってます。めちゃくちゃいい香りするんよね。焼きそばいただいたことあるけど、お好み焼き食べたことないからまだ、ちょっと楽しみつつ、完食できるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。チャレンジスタートまで3、2、1、スタート。いただきます。ちょっとこれは素晴らしすぎるぞ。上がね、全部目玉焼きになっとるから、解体作業から始めようか。わっ、これ全部目玉焼き。よいしょ。わあ、今いただいた卵麺のさ、焼きそばめっちゃ美味しかった。わっ、いただきます。んと、ここうん、本当に正月さんの焼きそば食べてもらえて、なんか焼きそばっていう概念がちょっと変わるかもしれん。本当に美味しい。これ、一段目。よいしょ。大きい。すっごいなんか、分厚さもすごい。わかるかな、このサイズ感。うん、うん、もちもち。よいしょ。なんかもちもちの生地にさ、キャベツとかお野菜もすごいたくさん入ってる。よいしょ。いや、うん、うん、ソースすごいたくさんかかっとるんやけどさ、ソース別でもいただいとるから、あと、ソース別でもいただいとるから、あと、音の割にそんな被害なかったわ。絶対このお好み焼きの中に割り箸入ってると思うんだけど、私。割り箸ね。割り箸だからね。こういうところで同業しとると食べれなくなるから落ち着こう。うん、うん、うん、割り箸全部回収しとった。
れが辛口だったの。ドライブ。あれ？もちもちの玉子麺とさ、火が入ってちょっとカリカリってなってるところも美味しいね。今さらお腹空いてきたね。よいしょ。せっかくやし、この甘口のコーナーって。麺とか全然違う。最後消してみて。
いしょ。26分と40秒。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったです。ようやくお好み焼きが食べれた。前回焼きそばいただいて、焼きそばはなんかこう卵麺のもちもちした感じの食感だけど、もたい焼きの中に入ってるとこうよりさ、こう熱が入ってきて焼かれとるからさ、ちょっとカリカリした部分もあったりしてね。で、生地自体すごいなんかふわふわっていうか、もちもちっていうかね、すっごいなんか口当たり優しい感じのお好み焼きで、ね、すごい美味しかった。大満足。多分なんか前回も多分紹介したと思うんですけど、片面全部おつまみメニューとかさ、メニューがね種類豊富でね、なんか宴会コースとかもあったりするので、気になった方はぜひ遊びに来てはいかがでしょうか。めちゃくちゃ美味しかったです。じゃあ、割り箸割ってごめんなさい。じゃあね。